ここに人が住んでたってことですね。井戸がありますし、あとは植えたのか、もともとあったのかわかんないですけど、ちょうど都合のいい位置に、ザクロと、イチジクと、オリーブの木が生えてますね。なんとも便利な場所ですね。あ、気づけば、ここにもイチジクが。イチジクってね、こんな風になるんですね。知らなかったですね。なんて言うんでしょう。そのまま、規制とかもあまりされずに、立ち入ることができるし、見学することができるマテーラの遺跡は、街は素晴らしいですね。サッシ、洞窟住居の中は涼しいですね。この穴、こういうところにね、物を置いたりとかしてたんでしょうね。すごいすごい、穴があったり穴があったり。あそこはベッドですかね。すごいね、生活感あるわ。自然と共存してますな。いやー、眺めは一等地ですよ。ここは高級住宅地だったんでしょうかね。これがマテーラのサッシ洞窟住居です。